町田の黒田剛監督が13日、PK 戦の末に敗れた天皇杯、2回戦の筑波大戦から一夜明けて取材に応じた。4人の負傷者が出た試合後、レフェリーのジャッジさらに筑波大選手のプレーや、リスペクトを欠いた言動についても批判した指揮官は、監督として何を言われようと選手を守るのも監督の仕事。負傷した、選手たちは文句も言えない、やられたことに対する、 悲しみの弁も述べられない。足に行った危険なタックルをなかったことにして風化させていくことが、サッカー界にとってどうなのか。反感を買ってでも、それは絶対にあってはいけないと語った。写真、町田を破り、喜びを爆発させる筑波大イレブン。この日、負傷した4人のうちの2人、DF チャンミンギは左鎖骨骨折、安井は右頸骨、頸骨、 骨幹部骨折であったことが発表となった。怪我した、選手たちは人生をかけてやっている。大学生でも、あれだけキレキレのプレーができる選手たちは、危険な、プレーを止める判断もできたはず。大学生を批判し、炎上や非難が来ることはもちろんわかっていたけど、これで黙っていたらかわいそうなのは選手たち。負けたから言うわけではないと続けた。 ネット上では様々な反応があった。町田は首位に立つ今季の J1 リーグで、ファウル数がリーグ3位、245回、と多いことで、ファウルについては町田が言うべきではない、との意見もあった。しかし指揮官は、うちはラフプレーが多い、と言われても、長期の、怪我人を出して退場させたことは去年から一度もない。そこは絶対に勘違いしないでほしい。例と、 タックルイコール遅れていく危険なプレイではないと激しいプレイと危険なプレイは違うと主張した青森山田高で長く教員として過ごしてきた指揮官22歳の大学生でもまだ成熟はしていないと思っているそこは先生指導者が違うものは違うというべきなぜこうなってしまったのか怒ってしまったことはしょうがない でもこれを審判も J リーグや日本協会、みんなが見つめ直す機会にしたい。この日で同問題について収束させ、リーグ戦の横浜 M 戦、15日、日産スに向けて気持ちを切り替えると明かした。